食とかっていうと牛丼があるらしい。え、牛丼あるの？そう。いくらや牛丼の？ご視聴ありがとうございます。黒木大塚です。はい、という今回もゲスト来ていただいております。小屋さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、小屋さんといえば、マジックのストーリー、めちゃくちゃ詳しいということで、まあ、過去にもいろいろ動画出ていただいておりますけど、今回やっていくのはですね、住みたい次元ランキング！イェイ！ね、住みたい次元、はい、まあ、マジックにいろんなね世界が、はい、出てくるわけじゃないですか。まあ、ニストラードだったりラブニカだったりいろんな次元があって、いろんなその舞台でプレインゾーカーだったりキャラクターたちがいろいろストーリーというか話を盛り上げていく感じなんですけど、うん、まあ、今回の機械兵の進軍とかでもバトルっていうんでね、はい、だからあらゆる次元にファイレクシャーが乗り込んでいっていろんな次元の名前が出てきたじゃないですか。でもなんか次元の世界観はい、っていうのがあんまりその語られてないなっていうのも結構いろいろあって、ああ多いですからね。なんかそのラブニカみたいに結構市街地だったりとか、うん、なんかファイレクシャだったり結構悲惨だったりとか、うん、いろいろあるんで、小林さん、まあ、ストーリー結構詳しいと思うんで、はい、小林さんだったらこの次元に住みたいなみたいなのをちょっとランキング付けはいはい、はい、していたら結構面白いんじゃないかなと思って。面白いですね、住みたい次元はい、今回住みたい次元ランキングになります。はい、一応4つの区分用意してまして、まあ、1つは絶対住みたくないもう行ったらすぐ逃げますみたいな次元がまず1つと、はい、で2つ目がプレインゾーカーだったら住めるかもみたいな。はいはいはい。普通の常人だったらちょっと過酷すぎて生きていけないけど、まあ、プレインゾーカーぐらいちょっと屈強だったり、体が丈夫だったりしたら、うん、まあ住んでもいいからみたいな。ずっと住んでるのは嫌だけど、うん、プレインゾーカーだったらたまに、たまにね、ちょっと。ちょっと別の次元行ったりできますか。頭に行くかみたいな。3番目、まあ住める。うん。まあ住んでもいいだろうぐらい場所で、はい、で、4つ目が、今すぐ移住したい。もうここの次元も私の理想ですみたいな。はい、感じのね、すごくのどかだったりとか、そのなんか住み心地が良さそうな次元がまあ4つ目ということで、はい、こんな感じで4つのそのランク分けしてそれぞれ次元をね語っていただければなと思います、はい、これ本当に小夜さんの独断と偏見で大丈夫です、はい、実際有名な時間とかも今回バトルでね出てきたもしたんですけど、全然知らない次元もねいろいろ出てきたんで、結構マイナーなやつもありますよね、うん、それもちょっとお話ししていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず、はい、バトルの、ね、色順なんですけど、1つ目は、うん、ラブニカ。ラブニカ、あ、無職だから、そうラブニカの進行無職なんでラブニカか、まあ、結構何度もねマジック界でも訪れてますけど、まあ、小夜さん的にはどこ辺ですかね。いや、ラブニカはもうまあ住めるか今すぐ移住したいどっちかだと思いますよね。まあ、結構なんか文明発達しそうなんで、はい、人間的なんか僕ら的には結構住みやすいかなみたいな。いや、めっちゃ住みやすいと思いますし、うん、あの楽しそうでもありますよね、うん、まあ、どういったところっていうのを簡単にちょっと、あのラブニカってもう次元全体が街なんですよ、はいはいはい、あそこなどっかに街があるとかじゃなくて、うん、次元全体街の次元、あ、もう全部どこ行っても街の状態、そう、どこに行っても街の状態で、うん、コーヒーショップがあるとか、おー、すごい、スタバ行ってる人はもうスタバ行ってる人がいる天国じゃないですか割とその住みやすいというか、うん、我々の暮らしとそんなに大差ないなっていうような両者が結構多いんですよね、うん、まあ、もちろんあのいろんな種族が住んでて、うん、プレインズウォーカーもいたり多様性はあると思うんですけど、まあ、そういう意味だと今すぐ移住したいとか、まだ最悪でもまだ住めるんですよね、うん、まあ一旦今すぐ移住したいに、なるほど一番ね良さそうな、うん、なんと10個の家とかあって自分のある町に住めるっていうのは結構あるかもしれないですね。ラブニカは今すぐ移住したい、今すぐ移住したい、北千住そうそう、そういう感じ北千住あなたに会うかも北千住はい、続いてこれちょっと名前あんまり聞いたことなかったんですけど、はい、ベレノン。あ、ベレノン、うん、ベレノンはマイナー次元というか、うん、今まで多分小説とかにも登場してないんじゃないかな。あ、そうなんですね、うん、ここでなんかカード化されたんで背景というかどういったところっていうのなんか、うん、あんまりなくて、プレインチェイスかなんかでカード化され、次元カードだけカード化されたかな、うん、ちょっと覚えてないんですけど、うん、ベレノン自体は公式記事で解説がされていて、うん、獣人種族、獣人っていうと、はい、ウォークとかそんな感じですか。獣なんで、うん、レオニンとか、あ、はいはい、この象のロクソドンみたいな、あ、そう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 、ロクソドンみたいな、うん、そういう獣人の種族が暮らしてる次元らしいですね、うん、どうですかね、だから人間的に住みやすいですかね。あの結構カードから分析できることが結構あって、うん、文明的にはそんなに発達してなさそうなんですよね、はいはい、なのでプレインズウォーカーだったら住めるかもか、うん、まあ住めるだと思うんですけど、うん、まだ情報少ないんでプレインズウォーカーだったらにしときますか。まあちょっとね引っ越してみてちょっと隣人めっちゃうるさいみたいななんて困りますからね隣人めっちゃゾウだからいや、ちょっとリサーチしてなかったっつってちょっと毛皮がないと寒いかもしれない確かに確かにちょっと物件だけいいと思って行ったら大変なとこだったみたいな可能性ある。まあこれち
とで情報も少ないっていうこともあって、はい、じゃあプレインズウォーカーだったら住めるかも、はい、って感じです。じゃあ次、まあこれはもうなんか一番有名な次元と言ってもいいんじゃないかな、はい、ドミナリア。ドミナリア、ドミナリアは、はい、まあ住めるかな。まあ住める。お、はい、なんかでも雰囲気的には結構人間いっぱいいるし、なんかすごい今すぐ移住したいのランクでも悪くないかなぐらいには個人的にはちょっと思ってたんですけど。あ、もう全然そうだと思います、うん、人によるっていう感じで、うん、あのドミナリアはどちらかというとラブニカとの差をつけたのは、うん、あの文明レベルというか、はい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 、ほとんど同じぐらいのレベルかとは思うんですけれども、うん、ドミナリアもすごいでかくて広い次元で、はいはい、あの首都じゃないな、大きな都市とかではそれなりに発達してて住みやすいと思うんですけども、うん、辺境とかだとやっぱりまだねモンスターとかいて、あ、2階の地だったりクリーチャーとかいて、うんうん、そう危なかったりするし、やっぱり文明的にもまだ中世とか、はいはいはい、ぐらいの文明レベルが多いんじゃないかなっていうので、普通の人間にはね、現代人にはちょっと、まあ中世の人間やったらまあいいかってやつだけど、そう今の現代人がパッと行ったらね、コーヒーも飲めないしアマゾンも来ないし、うん、ちょっと住みづらいかなみたいな、住みづらいかなみたいな。なんでまあでもとはいえそこまでね、うん、あのいい次元なんで、うん、まあ住めるっていう、まあ危険はそんなないって感じですかね。危険はそんなに危険はまああるかも。あるドラゴンとか飛んでるから都市部だったらセーフみたいな。都市部だったらセーフみたいな、うん、じゃあ一旦まあ住めると、まあ住めるいう感じですかね。じゃあ次、これもそんなになんかあんま聞いたことないというか、まあ、カードは強いんだけど、ゴバカン強いっすよねカードはね、カードは次元については全然よく分かんなくて、次元については初登場が闘争大戦で、あ、そうなんですね、これ出てたんだ。名前だけ登場してるんですよね、うん、テオくんで、あー、盾の盾魔同士テオっていたと思うんですけども、うんうん、テオの出身次元がゴバカンです。お、特徴としてはまあその盾魔同士が盾魔法の勉強をするような修道院みたいなのがあって、うん、テオ君はそこの出身らしいんですけれども、うん、その盾魔法っていうのが金剛嵐って呼ばれる砂嵐があるんですね、はい、でその砂嵐といってもダイヤモンドダイヤモンドが舞ってる。そう、ダイヤモンド嵐、ダイヤモンド嵐金剛ってあのダイヤモンドの、はい、この場面ダイヤモンドが舞うような嵐が吹き荒れてるから、うん、盾魔法を勉強しないと死んじゃう結構じゃあヤバい土地じゃないですか。いや、ヤバい土地ですよ。え、それがずっと吹き荒れてる、なんかその一部分だけ。そこもあんまり語られてはないんですけれども、うん、有名なのであのずっと吹き荒れてる、もしくは吹き荒れやすい、うん、盾魔法ないと死んじゃうんだ。本当に盾魔法ないと死んじゃう。あ、でもずっとそうですね、ずっと吹き荒れてるわけじゃなくて、うん、一応暮らしてる人たちもいるんですよ、うんうんうん、テオ君たちはじめ。でもなんかそこ行って巻き込まれたら、ね、やばいっすね。いや、もう即死即死これはちょっと住めないな、ちょっとダイヤモンドだからね、あの嬉しいけど拾えば、まあ、拾えばいいけどもう時速200キロとかでうんってダイヤモンド向かってくるとか、ね、そういう事件ですよ。そうテオ君はだからダイヤモンドなんてあのそんなありふれてるよっていう風な反応してましたね。ああ、うん、どうすかここは。いやー、プレインズウォーカーだったら絶対住みたくないまではいかないかな。テオ君が守ってくれるなら頑張ってくれるまあでもちょっと人間に過酷すぎる。人間には過酷すぎますねこの中だったらダントツで絶対住みたくないんですけど、今まで出てきた中では、うん、でも他にもっとヤバい次元ありそうだからな、ね、じゃあどんどんいきますか、はい、テーロス、はい、あ、テーロスね、結構いいと思います。お、どういう次元ですかね、テーロスは。テーロスは、まあ、ギリシャ神話のモチーフの次元なので、うん、これも中世のギリシャの、うんうん、あの暮らしを、まあ、イメージすると、はいはいはい、分かりやすいかなっていう感じで、まあ住めるなんじゃないですかね。お、まあ、なんか哲学者いっぱい出てきた、アテネとかそういう感じ そうですね、のイメージですよね、うん、だから普通に暮らす分には問題はないけど、うん、文明的な暮らしではもしかしたらないかもしれない。オリンピックやってませんでしたやってました。金特区くれます、ね、そう競技会、うん、だからそういう牧歌的な暮らしとか、うん、全然大丈夫、文明とかなくても大丈夫ですっていう人には住みやすいかもしれないですね。まあ一定のコミュニコミュニティはあってみたいな感じですよね、うん、そういったそのオリンピックが開かれるってことは。そうですね、うん、まあ、今はちょっとそのファイレクシアの進行でボロっちゃってますけど、うん、昔はそのたくさん神が12とか神様たちがいて、それぞれ都市の神様だったり、うんうん、航海の神様だったりいろいろいるので、そういう意味でもまあ住めるというか良い次元かなと。ちなみにどの加護を受けて、誰の加護を受けて住みたいですか。セファラとか、セファラ、青城、ケイメトラとか、うん、あの豊穣の神とか、都市の神とか、うん、なんかそこら辺は、うん、あの一般ピーポーには優しそう。都市の神優しそう、めちゃくちゃ。都市の神は優しそう。なんか道路が壊れちゃったら直してくれそうですね、神が。そうですね。直します。ダダダダダダッって直してくれそう。めっちゃ実利的な感じ。セファラの都市に住みましょう。そうそうそう。
なんかエファのとこだけすごい家賃高いみたいな。ヘリオットはね、ヘリオットは良くない良くない良くない。いろいろ話、まあ、サイコパス5000のところで話しましたけど、はい、というわけでテロスはマースメールと、マースメール、アルケビオス、これアルケビオスも聞いたことないなと思って、アルケビオスはストリクセイブンです、ね、うん、あ、そうなんだ。あ、じゃあ結構いいんじゃないですか。いいです。お、これは今すぐ移住したいに行ってもいいんじゃないかな。おお、すごいいいな。僕が学生だったら今すぐ移住したいと。魔法習いたい。魔法習いたい、うん、魔法学院ですから、ね、うんうん、夢のキャンパスライフ。え、このアルティビエスはその、まあ、ステークセーブってことで、まあ、魔法の学校あると思うんですけど、はい、学校の外とかっていうのはどうなってるんですか。学校の外は結構広くって、うん、荒野が広がってて他にも町とかがあるみたいなんですけれども、うん、あんまりそこは掘り下げられてないですね、うんうん、ストリクセーブンのカード化されたのでアルカイクっていう謎の生き物がいると思うんですけど、うん、ああいうのがいたり、うん、あとはストリクセーブン作ったシソドラゴンたちって今はストリクセーブンにはいなくて、うん、それぞれあの別の場所にいたりするので、まあ次元自体は結構広いんですけど、うん、やっぱりあの学校がすごい発達してるし、うん、面白そうですよね。いや、そうですよね。なんか便利な魔法欲しいですよね。そう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 、あの魔法パンピーが習うのにもいいし、うん、競技場あるじゃないですか、はい、ストリクセーブン競技、うん、10点取るやつ、うん、あれもやりたいみたいな。あれも やるのは怖いから感染したい。結構すごいでっかい競技場ですよ、あそこもね。そうですね、なんか2万人ぐらい入りそうみたいな。そうところだから、平和そうでいいですね。なんかいや、いい次元だと思いますね、うん、そういうことですね。アルケビオスは今すぐ移住したい、今すぐ移住したい、入れてもいいんじゃないですか。はい、続いて神が、うん、ね、日本文化みたいなところでありますけど、神河はもうちょっと個人的にはまあ住めるか今すぐ移住したいで、個人的な趣味としては今すぐ移住したいです、ね、あ、いいですね。なんか結構そのネオ神河になって結構ネオなんかサイバーパンクじゃないですけど、そうすごい便利そうだったるじゃないですか。そうですね。あ、旧神河だったらまあ住めるか。旧神河だったらネオだったら今すぐ移住したい、今すぐ移住したい。実際文明レベルっていうのはどんな感じなんですかね。文明レベルは今出てきてる中だと、まあ、トップクラスだと思いますね。おー、ネオ神川が、うん、なんか電車とかありそう。電車とかもありそうだし、すごいですよね。モーターバイクとかあるし、はいはいはい、セイダの銀行よりか、なんかそう確かにバイクあるとめっちゃいいな。バイクある移動手段がね。そうなんか空飛ぶ機械とかも普通にドローンとかもあるし、あ、確かにドローンもある。そうで考えるとかなり住みやすそうな、住みやすそうですよね、うん、しかもあの日本食ラーメン食ってめっちゃいねスピリットのおっちゃんが。そうラーメン食えるのでかすぎないですか。いや、でかすぎる、でかすぎる。じゃあこれはもう食も大丈夫、技術的にも大丈夫だから、ね、これは今すぐ移住したい、今すぐ移住したい。いや、これはなんか分かるな、すごい分かる、うん、あとなんか日本のねモチーフだからすごく馴染みやすいですよね。そうですね、我々には神川は今すぐ移住したいと、はい、じゃあ次、セゴビア。セゴビア、セゴビア、これもあんま聞いたことないなと思って。セゴビアは結構昔から登場してるカードですね。あの古くはレジェンドっていう、おお、一番最初の、一番最初の方のエキスパンションで登場したセゴビアの大怪魚っていう、うん、カードがあるんですけれども、それがまあ初めにこのセゴビアっていう次元の地名が出た場所です、うん、で次元の特徴としては、はい、全てがちっちゃい、まあ分かりやすく言うとガリバーの世界、あー、なるほどなるほど、みたいなもので、セゴビアの大怪魚ってリバイアさんの召喚なんですけど、三三、うん、なんですよね。大怪魚なのに三三。大怪魚なのに三三。でセゴビアの進行でも、うん、クラーケントークン出ますね。一一トランプルの。そうクラーケンが一一っていうサイズ感なんですよね。トランプル持ってるの一一かよみたいなね。そういうミニチュアの世界みたいな感じで、はいはいはい、あとモダホラー1かな、セゴビアの天使っていう一一飛行警戒みたいなのがいたと思うんですけども、まあそんぐらいのサイズ感の、ちょこちょこ出てきてはいる、ちょこちょこ出てきてはいるんだけど、そうですね、次元としては描かれたことがないような、だいたいそのどんぐらいサイズっていうか、僕らみたいなその150センチか180センチぐらい人間が行ったらどんくらいなんすかね。でもあの人間トークン11だから、うん、クラーケンと、うん、まあ相打ち取れるぐらい、あ、なんかすごい大なんか越前クラゲぐらい、クラーケンが越前クラゲぐらいのサイズみたいな、いいとこ行ってますねみたいな感じですかね。みたいな感じだと思いますね。住みやすいのかな、どうなんだろう、どうなんだろう、住みたいかって言われたら別に住みたいかないですよね。過酷ではないけど、うん、いろいろ不便みたいな、いろいろ不便ですよね。ご飯どうやって食べるんだろうみたいな。クラケン食べる、クラケン取って食べる。クラケンタコワサにして、タコワサ、プレインズウォーカーだったら住めるかもかな。ああ、なるほど、まあ、ちょっと不便すぎる、不便すぎる感じがしますね。なるほど。ちなみにセゴビア
ここには出てきてないんですけど、うん、セゴビアの逆のコンセプトでガルガンティカールっていう次元があるらしくて、うん、それは全く逆の、うん、全てが超でかい次元。それはちょっと、まあ、それもそれで見てみたいですじゃあセゴビアはフェイズオブラッタースネークもということで、はい、ブリン、あ、ブリン、これジェイスですね。ジェイスも脇前の呼べるこれジェイスの次元ですよね。ジェイスの次元です、うん、ジェイスの故郷の次元で、どうだろうな、なんかここもその次元自体特別住みやすくも住みにくくもなく、うん、で文明レベル的にもドミナリアと同じぐらいかなっていう感じがするんで、あ、うん、まあ住めるっていう感じなんですかね、はい、うん、これもあんまり語られてないって感じですかね。そうですね、うん、マジックオリジンでジェイス周りのカード化されたのがこのブリンを舞台にしてたんですね、はいはい、このなんか円みたいな感じです。そう、魔導シリンのなんとかみたいな、うん、あれエネルギーを運ぶための装置らしいんですけど、あ、電柱だじゃん。そう電柱電柱文明いいんじゃないですか。いやでも文明はいいかもしれないですけど、あの電柱を運ぶのもあの富裕層のためにで、あの魔力を運ぶっていう装置で、そうなんだ、格差社会なんですよ結構。じゃあ平民はそう、あ、恩恵に預かれないんだ。ベネデンはわきまえるよわきまえられる側だからちょっとダメか。そうでも僕たちパンピーが行ったらあのわきまえさせられるちょっと、うん、特権階級にならないとなみたいな。そうですね、感じですかね、うん、続いてエルドレイン、これはいいんじゃないですか。エルドレインある意味今すぐ行きたいです、ね、おー、いいね。これはでもなんかすごいメルヘンチックな次元ですごい人気のある次元ですけど、うん、そうですよね。実際その住みやすさっていうのはどんな感じかな。住みやすさっていう意味で言うと、うん、2つ世界があるんですね、うん、エルドレインの中で人間が住む世界と秘境って呼ばれる、うん、まあ人間じゃないものたちが住む世界、うん、今度のエルドレインの森って、うん、ワイルズ・オブ・エルドレインっていう表現なんですけど、はいはい、ワイルズっていうのがその壁境、人間でないものたちの世界みたいなのを示す単語なんですよね、うん、だからまあちょっとそっちが今度そっちがフューチャーされるかなって思ってるんですけど、うん、その人間側の世界っていうと、まあ、騎士とかがいるような普通の、はい、何でしょう、中世というか、そうですね、なんか中世っぽい感じのっぽい感じですよ、ね、中世ファンタジー感ある感じ、うん、だから一般人人間トークン的に考えると、うん、そんなに住めなくはないかなと思うんですね。まあ、文明的にはそんな便利ではないけど、うん、普通に安全なんですかね。まあ食べ物トークンもあるし、あ、そう、食べ物美味しそう、食べ物美味しそう、そう食べ物美味しそうだし、うん、うん、なんかエイとかもはい、はい、助けてくれたりいたずらしてきたり、うんうん、エルヘンだし、ちょっと面白そうですね。面白そうかもっていう。こうで、じゃあエルドレインは今すぐ移住したいと、うん、かまあ住めるか、うん、どっち、個人の好みの感じですね。小屋さん的には今すぐ移住したい。いや、行ってみたい、マジで行ってみたい。行ってみたい。じゃあ次、フィオーラ。フィオーラ。これなんだ、フィオーラは、うん、ルネッサンスのヨーロッパとかが舞台ですね、うん、コンスピラシーとかで舞台になった。あ、はいはい、コンスピラシー、これも人間的にはまあ住めるとかっていうような形なんですけど、うん、結構その政治の争いが激しくて、あー、永遠をブレイゴン、そうですね、なんか殺されちゃったりとかしますよね。そうブレイドとマルチェスタとみたいな、うん、いつ暗殺されるかわからないみたいな、うん、統治者ってメカニズムができていろんなところに移ったりとかしますもんね、はい、そう、うん、その統治者を奪い合うっていうようなコンセプトの次元なんで、うん、政治の闇を見そうみたいな結構宮殿内のね、そのいざこざみたいなのが、そう、平民っていうか、そのなんだろう、一般ピーポー的なそのポジションだとどうっていうのはあります。一般ピーポー的にはまあそんなに、まあ、それに関わらなければ、うん、普通に平和に暮らしていけそうなので、うん、まあ住めるか今すぐ移住したいになるんですけど、それを聞いて今すぐ移住したいっていうポジティブな気持ちにはならないですね政局によってはちょっと、そう突然壊されたりしそうですよね。そう何かまあでも一応まあ住めるぐらい、まあ住めるぐらいかなと思いますね。はい、じゃあ続いてイニストラード、まあ、人気だけどイニストラードどうすか。イニストラードめっちゃ過酷ですよね人間に優しくないじゃないですか。人間に優しくない、どういう次元ですか、ね、イニストラードは言ってしまえばホラーの次元ですよね、うん、コンセプト的には怪物とか、うん、吸血鬼とか、なんか人狼とか狼男、うん、人狼、もうあらゆる怪物ですよね、うん、ホラーの次元なんで、だから普通に考えると人間は虐げられるというか、うん、人間は弱い存在なはずなんですけど、はい、イニストラード人はもうそんなの何度も乗り越えてきてるからなるほどなるほど、ここに住んで、もともと住んでるやつらはもうなんかこういうもんだと思ってめっちゃ訓練されてる、うん、もう生まれた時からお前
ここで生きていくためには3年しなきゃいけないぞみたいな、そうそうそう、あらゆるゾンビも、うん、人狼も吸血鬼も、うん、あのエムラクールも乗り越えてきたエムラクール、そういえば乗り越えてきたって言うから分かんないけど、僕らが行ったら、いや僕らが行ったらもう絶対住みたくないですこれも一応ねこれはちょっと絶対に住みたくない、入れたい、瞬殺されそう、すぐなんか吸血鬼の血されそう、食事になっちゃいそう、そう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 ということで絶対住みたくない、はい、じゃあ続いてウルグローサ、ウルグローサ、これなんだかちょっと僕もあんまり知らないんですけど、ウルグローサどういう事件なんですか。ウルグローサはすっごい昔にフィーチャーされた事件で、うん、ホームランドっていうエキスパンションがあるんですけれども、うん、そこで舞台になった事件です。ホームランドっていう事件がそんなに僕は、まあ、事件というかエキスパンションあんま詳しくなくて、どういった世界観なんですかね。ですね、世界的にはドミナリアとかと近いような世界で、普通に文明とかもあるような場所なんですけれども、あのカードにもなっているセンギア男爵とか、センギアの吸血鬼たちの故郷でもある場所です。ただ吸血鬼がいっぱいいるようなインストラドみたいな次元とは違って、ちゃんと緑もあったり人間も住んでてっていう、そういう次元なんですけれども、プレインズウォーカーのセラと、あとフェロッズっていうセラの旦那さんがいるんですけども、プレインズウォーカーで、その2人がすごいゆかりのある次元で、まあその2人の話がホームランドっていうエキスパンションで語られたりしました。あ、どうですかあの住みたさ的に、そう、住みたさ的にはなんかそんなに変な次元でもないので、うん、まあ住めるぐらいなのかなっていう感じですね。インスタラの話を聞いて吸血鬼の次元ですって言われてちょっと身構えちゃうけど、そう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 、そこまでじゃないみたいな。ここのバトルのイラストになってるようなセンギアのみみたいな次元では全然なくて、普通にあの、うん、緑もあって文明もあってっていう次元なんで、まあ、近づかなければ人間の住む世界でなんかそうそうそういればまあ大丈夫だよみたいな。全然大丈夫だと思いますね。まあ住める、まあ住める。続いてカルドハイム、カルドハイム、うん、カルドハイムか、カルドハイム難しいですね。どうですかね、なんか人間っていうかドワーフとかの、結構ドワーフとかエルフとかはいるけどなって思う、うん、人間族も一応いますね、うん、膝頭のアーニとか、はいはい、戦闘民族ですけど、そうだね、屈強っすよね、あいつら、そうそうそう、一応バイキングというか、うん、北欧 の, あの屈強の男たちなら住めるっていう感じで、カルドハイムもその10個領海っていう別々の世界、コンセプトの世界が10個あるような次元なんで、一概には言えないですけど、うん、個人的にはプレインズウォーカーだったら住めるかもっていう感じなのかな。人間だと厳しい、人間だとあの10分の1の、うん、10分の1か分かんないですけど、うん、人間がまともに住める世界がいくつあるかっていう、あ、一応それって分かってたらないですか。どれが人間住めるかはちょっと分からないです。ここは住めそうだなっていうのは あるんですけど、うん、いやそれでもどうだろうな、ランダムリスポンした場合にランダムリスポンした場合にはあのかなりの確率でやばいじゃあもう本当カルドハイムの中では限られたところなんですか。限られたところ、しか住めないんじゃないかなっていう気がしますね。どうします、だってあの悪魔の次元とか悪魔の次元はもう一発アウトですあのティボルトとか、そう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 、ですね、そう、あと巨人のところとか、あー無理ですね踏まえそう、無理そうそうそうそこにスポーンした場合全然ダメなんでプレイズウォーカーだったんですね。まあ、人間たちも屈強っていう話なんで、相当じゃあちょっと鍛えていかないと、そうですね、住めないと思うんですかね。続いて、カーサス、カーサスってどこかな。カーサスは、ほぼ語られてないですね。唯一語られてるのがなんかこの水晶かな、うん、があるっていうことと、水晶、それをめぐって戦ってるみたいな描写がある、うん、ぐらいですかね。詳しいところは不明みたいな。詳しいところは全然不明な次元の一つですね、うん、ただ、うん、今出てるイラストとかから、はい、判断するにあんまり人間が住めるような場所じゃないなんかすごい変な鎧まとって戦ってたりとか、そう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 、なんか人間じゃないようなやつらがいたりとか、一応魔術師っぽいやつがいたりするので、うん、人間が住めるような気はするんですけれども、あの住んでるような描写じゃない戦ってるんじゃないですか、はい、うん、だからなんかこう争いがある次元っていうのも含めて、はい、プレインズウォーカーだったら住めるかもかなぁ。ということで、さすがになんかでも平和ではなさそうですね。平和ではなさそうですよね、うん、ということで文明的でもなさそうですし、うん、まあ、今後ね語られていったらまたちょっとよく分かる、なんか分かるところがあるかもしれないですね、うん、じゃ次ベルカディア、これってなんかベルカディアマスクス、ベルカディアマスクスの世界、の世界だった、うん、これどうですか。次元としては特徴、メルカディアのバザーとか、うん、メルカディアのバザールっていうカードがあるんですけども、うんうんうん、まあ、そういうのがあるように結構、文明的には発達してるというか、うんうんうん、まあ、中世ぐらいかもしれないですけど、そこそこ住みやすいような環境がありそうだなと、うん、
なんかリシャードの港あるじゃないですか。あ、そうですね。結構イラストかなりのどかな感じというか。そう、のどかな感じ。ベネツィアみたいな感じのイメージとかあるんですよね。ああいう街とかもあるし、うん、まあなんか比較的なんだろう、政治もしっかりされてたりする感じなので、うんうん、まあまあ住めやすいんじゃないかなと思うんですけど、うん、この次元って昔ファイレクシアの前線基地として使われた、うん、次元だったんですよね、うん、だからそういうちょっと後ろ暗いこともありつつ、いやでもまあ住めるなんじゃないかな。まあ住める、今すぐ移住したいまではいかないですけど、うん、まあ、ちょっとね過去がいろいろあって、そう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 割といい感じ。はい、まあ住めると。次はレガーサ。あ、レガーサ、レガーサもこれもあんま聞いたことないなと思って。レガーサは過去登場してて、アンドラとか、うん、あとヤヤですね、ヤヤバラが、グレン術っていう炎の魔法を学んだ修道院がっていう場所です、うん、次元としてはかなり岩がちな場所だけが描かれてて、うん、マジックオリジンかなのなんかの基本地形の山とかがレガーサを描いたやつなんですけど、うん、こういう感じの結構じゃあグランドキャニオンじゃないですけど、そう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 なんかなんだろう、見渡す限り山みたいな場所しか描かれたことがなくって、うん、修道院とかっていうのも山の山あいにあったりとかっていう、うん、正式じゃないかもしれないですけど、はい、日本語版のコミックがあって、はいはい、ギデオンとチャンドラの物語を描いたような、うん、コミックでも出てきたりしてたんですよね。ただまあ基本的には山ばっかの次元っていうところしか描かれてなくて、うん、あんま住めそうには感じない絶対に住みたくないまでは いかないけど、プレインズウォーカーだったら住めるかもかな、うん、まあ、結構まあ屈強な土地というか続いてタルキール。タルキール、うん、タルキール、うん、タルキールいいっすね。お、いいっすか。結構ね、ドラゴンいっぱいっていうイメージありますか。ドラゴンいっぱいっていうイメージあるから、うん、人間にはあんまり住みやすくないかもしれない。サルカンだったらね、もう絶対今すぐ移住したい。そうそうそう、今すぐ移住したいだけどね。基本的にタルキールってドラゴンの次元だから、うん、あのドラゴンが統治してる、ドラゴンに優しい政治をしてるというか、うんうんうん、まあ政治じゃないけど、ドラゴン中心の世界。ドラゴン中心の世界。人間はそのドラゴンの何でしょう、お付きというか、うんうんうん、まあお受胎様とかは。人間にも教えてくれたりしてるみたいですけど、うん、どうですかねどうですかね。でもまあスメルなのかな。そう考えると意外とトロピさん逆にどうですか。え、結構普通になんか行ったら火吐かれて死ぬんじゃないかと思ってその可能性の方が高いですよね。お受胎様んとこ行かなかったら、うん、他だって当たるかとかもだってさ御殿割り振りですよピチッってあんまり確かに他のさっきのリスポーン確率のスポンジのどこに行くかっていうのから考えると、お受胎様以外はもうやばいっすね。即死っぽいからな。プレインドロムカとかザストな見た目かな、どうだろう、わかんないけどドロムカも全然ダメだ。ドロムカも、うん、どうですかね。あ、確かにドロムカだったらまあすぐ殺されることはないかもしれないすぐ踏み潰されることはないかもしれない、うんうん、コラガンとかね、だってもうファーッ脅迫の画像そうそうそう、はい、ズルゴだけ、ズルゴだけズルゴがファーッってめちゃくちゃ食うから口開かれて脅されてるシーンありましたけど、そうそうそう、コラガンあんまパワハラ上司、まあ、気絶しちゃいますねすごく気絶コロナに話されたらね確かに。じゃあブレインズウォーカーだったら住めるかやっぱり強な精神力が必要ですね、うん、はい、ここに住む。じゃあ続いてイコリア。イコリア、うん、あ、イコリア、イコリアも難しいですね、うん、なんか怪物の次元っていうイメージはありますけど、そうですね、まあ人間もたくましく生きてるんで、うん、ポジション的にはタルキールとか、うん、あのインストラードとかと近い気がしますね。食とかっていうと牛丼があるらしい。え、牛丼あるの？すごい。これは牛丼の？これは牛丼あるらしいです。意外に。何の牛なんだろうすごい、そんな描写あるんだ。そう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 。小説で、はい、あって、まあでもプリンズウォーカーだったら住めるかもな。これ変容で人間にはされないから、そう、そこだけされるから変容でも人間がしてたら結構とんでもない決めになってますよね。そうですね。続いてイクサラ。イクサラン、うん、あ、イクサランは、イクサランは冒険の次元だから、うん、面白そうではあるんですけど、うん、人間に優しいかと言われるとこれも恐竜いたりね、恐竜いたり、海賊いたり、吸血鬼いたりあとマンホーク、あとマンホークですね、うんうん、どうだろう、プレインズウォーカーだったら住めるかもかな、イクサランも。これ結構危険な次元ですかね。危険な次元、危険度は高いと思いますね、うん、はい、続いて、ムラガンダ。あ、これね、ムラガンダはムラガンダの陰国でしたっけ。あ、ありますね、バニラの陰国、うん、でしか聞いたことないなと思って、
はい、でもそのぐらいでしか出てきたことがあんまりないと思いますね。ムラガンダはプレインチェイスとかで出てきてはいるんですよね、はい、エサバとかいう名前の、うん、なんか、うん、まあその名の通りクリーチャーたちのエサバみたいなのが描かれてたり、はい、あとは遺体の原型室、うん、あれってここにあれムラガンダの生き物なんです、ね、生き物らしいです。そういうのを見るとなんかポジション的にはイコリア、イクサラン、タルキールとかそこら辺の、うん、ああ人間のための次元ではない、ね、人間のための次元ではない、うん、プレインズウォーカーだったら住めるかもかな、うん、絶対住みたくないまではいかないですね。まあちょっと描写がちょっと足りないかなっていう感じですかね、うん、そうですね、うん、緑豊かな感じはしますけどね、もうなんかアマゾンの奥地みたいな感じですか。そう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 、はい、じゃあ続いてシャンダラ。あ、シャンダラ、シャンダラってまあなんか名前だけは聞いたことあるなっていう感じで、シャンダラは結構昔から登場してる次元で、うん、ストーリーというかメインのセットで直接登場したのは基本セット2014とか2013とか、うん、多分そのぐらいで、はい、スリバーが人型になった時あった。ああはいはい、あそこがシャンダラ。あ、シャンダラ、そのシャンダラっていう次元はスリバーがいる次元ってことですか。スリバーがいる次元でもありますし、うん、それ以前にも、ゲームマジックのゲームが発売された時に、うん、そのたびたび舞台として取り上げられたりした次元で、すごくそのマナが豊かな次元っていう設定があって、うんうん、プレインズウォーカーとか魔法使いとかにとってはマナがすごいあるといろんなことができるから、はい、いろんな悪巧みに使える。ああ、なるほど。まあ結構そのプレインズウォーカーが行ったらその自分の力はあいつもよりなんか調子いいぜみたいな感じで過ごせるってことですね。そうですね、まあそのマナをいろんなものに利用したり自分が強くなったりとかっていうのもあると思うんですけど、うん、で、バトルも結構このイラストファイレクシアンがシャンダラのこの肥沃な大地に絡め取られてるみたいな、うん、なんかここだけなんか対等じゃないですよね。そうそうそう、うわーみたいな翻弄されてますよねファイレクシアンが。そう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 、確かにそんな感じの次元ですね、うん、人間も行ったらそういったジャングルに取られちゃう取られちゃう、荒々しいこうエネルギーに翻弄されちゃうかもしれない、うん、でもなんかその次元自体が危険とかっていうことはないから、うん、まあ住めるに入るんじゃないかな。なるほど。じゃ続いてゼンディカ。ゼンディカこれはなんかどうだ、難しいですよねゼンディカ。ゼンディカ難しいですね、うん、難しいけど個人的なあれでいくとプレインズウォーカーだったら絶対住みたくないまではいかないけど、うん、辛い一応ね冒険の世界ってことになってますけどエムラックで登場してきたりいろいろとんでもないこと起こってるんで、ゼンディカは特に何かに攻められるとか、うん、その怪物が襲ってくるとかそういうのじゃなくて、もう次元自体がこう乱動っていう、うん、結構いくつかのカードのカード名とかになってたりするんですけども、うん、乱動っていう特徴があってゼンディカーの世界の形って一定じゃなくて常にこう動いてる、展開の列柱とかあるじゃないですか、ああいう感じ、ね、そう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 、ああいう感じで次元自体がこう動いて変形していく、変形していくっていうのがあって、うん、普通にのんびり暮らしてたら足場がなくなって落ちてきたりとかあ、じゃあ俺はここに家建てるぜっつって家建てたら次の日なくなってるみたいな、そう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 、じゃあ行ってきますって仕事来てきたらあれ俺の家ないんだけどみたいな、そうそうそう怒り狂う三強だったみたいなやべえっつってみたいなのがあるからかなり過酷だと思います。ちょっと定住的な、そうです、定住はできない、強く生きるしかないでもね、じゃあここはプレインズウォーカーだったら住めるかも。はい、次アラーラ。アラーラ、アラーラは結構住みやすそうですよね。これも場所によるだと思うんですけども、うん、今ってアラーラ一つの次元になってて、うん、バントとか、うん、エスパーとか、まあ、比較的人が住んでる場所もあるかなっていうので、うん、移住したいまではいかないからまあ住める、うん、なんかまあその貴族の教師とかね、イーオスのエンジャーみたいな、ああそうです、ね、そういったやつらもいますもんね、うん、ああいう人たちがきっと守ってくれるから一般ピーポーまあ一応住めるから、一応住める。次アモンケット。アモンケット、これ個人的なあれですけど絶対に住みたくないよりなんですこれでもそのニコロボラスが支配してたじゃないですか、はい、ってことはみたいな一応人間が住める環境はあるんですけど、うん、今で行くとアモンケット唯一のこうオアシスというか都市だった、はい、ナクタムンっていうところが執行でぶっ壊されちゃって、うん、じゃあみんな砂漠の流浪のためになってますみたいな、あーなるほど、現状だから、うん、住めるか住めないかで言ったら住めるのかもしれないですけど、うん、なんか自ら過酷な砂漠で流浪のためにしかも、うん、アモンケットの砂漠ってなんかすごいホラーがいるんですよ、ああ怖いやつ、なんかすごいサソリみたいな感じ、そうそうそう、すごいサソリっていうかもうどういう種族かすらもわからないような、本当にホラーみたいなのがうろついてて、うん、
超怖い。なんか普通になんか歩いてて過ごすのがすごい大変だけじゃなくて、普通に危険がいっぱいみたいな感じ。その危険がいっぱいみたいな感じ。ちょっとド M にはいいかもしれないけど。さあド M じゃないとね。いやそうですね、ハズレと様しか頼れる人がいない。ここはね結構その建物っぽいものが立ってますけど、はい、まあ、そんなんないよみたいな。もう壊れちゃってるかもしれないな、うん、楽しいことは一個もなさそう。これからしばらくは。なるほど、そう聞くと絶対住みたくないっす、ね、そうじゃあ続いて、アズゴル、うん、アズゴルよく知らないなっていう。そうですね、これはあんまり描写されてない事件、うん、で次元なんですけど、赤黒なので悪魔とか生贄かな、能力的に生贄とかっていう、うん、ありますね、ある能力があるんで、まあそういうことなんだろうと。人が言ったらお前ちょっと来いっつって、そうお前こう生贄になれっつって、ラクドスの楽しくない版みたいな。そのまま儀式のね、家にされてしまうみたいな。そうこれは絶対住みたくないかな。今の情報だと見た目的にはちょっと良くない、うん。自分が知らないだけかもしれないけど、出てきたとしてもろくなもんじゃない。今んとこ続いてエルガモン、エルガモンも出てきてないので、あのこの色とかカードの描かれてるのから判断するしかないんですけど、ポジション的にはさっきのコリア枠というか、ああそんな感じしますよね、なんか見た目は、うん、ゼンディカーとか、うん、そんな感じかな。これプレインズオーカーだったら進めるかも、進めるかも。はい、次、カラデシュ。あ、カラデシュは久しぶりに今すぐ移住したいよ。あーこれね、僕思いました。この企画考えた時に、まあ、彼氏はかなりいいんじゃないって思ってたんですよ。かなりいいっすよね、うん、これどういった次元かちょっと、まあ、改めてお願いしてもいいですか。カラデシュはインドモチーフの次元なんですけど、うん、特徴としては宝鐘って呼ばれる機械とかを作ったりする技術がすごく発展してる次元ですね、うん、まあ、発明博覧会とかありますもんね。そうですね、サヒーリとかがあの映像化でもいるんですけれども、あ、特徴の一つとして結構美しさを重視するというか、うん、美しさを大切にするような文化があって、はいはいはい、その発明博覧会マスターピースシリーズが分かりやすいですよね。うん、そうですね、とにかく実用性と美しさを兼ね備えたものを作っていこうみたいな文化があるから、うん、こうなんかね、行ったらこう楽しいというか、そうなんか生活インフラ揃ってそうですよ、ちゃんと。いや揃ってます ね、その上でなんか美しいものを作っていこうって感じだと思うんで、かなり良さそうですね。良さそうですね。はい。カーデシュは今すぐ移住したい。今すぐ移住したい。はい。続いて、ケーレム。これもね、あんま聞いたことないな。ケーレムは、バトルボンドの舞台になった場所です。ああ、はいはいはい。ケーレムの特徴としては、二人組で戦う、2対2で戦う、うん、大闘技場で戦うっていう娯楽がすごい、うん、盛り上がってる次元。ありますね、殺すよみたいな場所が。そう、殺すよみたいな、そう、それが盛り上がってる次元だから、うん、結構、まあ住めるか今すぐ移住したいの、間ぐらいかなって感じがしますね。特に、一般ピーポーにも優しそうなんですよね。はい、観客席あったりしますからね。そう、大闘技場で、あれだけでかい闘技場で見せ物をするって言った時に、監守がいないと成り立たないですから。そうですね。だからなんか普通に生活基盤もしっかりしてるじゃないですか。そう。あの大闘技場って、こう、すごくて、あの、単に広くて闘技場があるだけじゃなくて、ステージが変わるんですよ。ステージが変わる。なんか、スマブラみたいな感じ。そう。今日は、じゃあ、あの、水場がちな地形とか、うん、今日は山がちな地形とか、あそこの真ん中のところが変わって今日はなんとかのバトルフィールドで、うん、あの戦ってもらいます、ね、双子と誰々の戦いだみたいな、うん、超楽しそうじゃないですか。そうですね、毎回その風景変わるってなったらめちゃくちゃ面白い。そうスポーツファンにはたまらないと思いますね、うん、ポップコーンとかも売ってるかもしれない。結構じゃあすごいいいところですね、うん、今すぐ移住したいに入れてもいいんじゃないかな。いいですね、なんかそれちょっと見てみたいですもんね。見てみたいですよね、うん、魔法バトル。続いてローイン。ローイン悪い次元じゃないんですけど、うん、人間に優しくなさそうですね。人間そんな出てこないですよね。ローインは人間種族がいない次元なんですよね。ローインってシャドウムーアっていう裏の姿がある次元なんですよね、うんうん、いろんな人間以外のいろんな種族が住んでて、うん、シャドウムーアに変わると絶対的に凶暴化する。いや人狼みたい。そういうのがあって、うん、それプラスもともとその各種族は他の種族に対してあんまり友好的じゃないんですよね。うん、まあそれ僕らでやるよみたいな。そうエルフとかもなんかあの他の種族が美しくないとかっていうような価値観があったりするから、人間が入ってったらもう迫害されることに気合い。しかもね、別に仲間もいないですからね。そう仲
頭に入れてくれよっていうと、お前やろエルフじゃねえだろとか行けっつって、ね、そうツリーフォークのところとか行ったら、あの木の根っことか食わされるお前はこれで十分じゃん。ご飯もあるか怪しいから、プリンズウォーカーだったら住めるかもっていうぐらいかな。いや意外となんかすごい牧歌的で平和な感じ出したんですけど、人間にとってはちょっときついかなみたいな。人間が住むって感じたらね、結構きついかもしれない。はい、続いてモアグ。あ、モアグ。これもよく知らないなと思って。モアグはね、出てきてるんですよね、今回。小説に出てきてて、ウルザとザンチャっていうウルザの仲間が、いろんなところを旅するっていう、ファイレクシアと戦うための鍵を見つけるために、いろんなところを旅する中で立ち寄った、すごい田舎の方にある事件らしいです。で、モアグはめっちゃ住みやすいって、ウルザがいて。ウルザがいて。めっちゃあのそれこそ牧歌的で、あの緑も豊かでっていう感じだったので、なんか、まあ、今すぐ移住したいとはならないけど、まあ住めるレベルなんじゃないですか。なんか病気の療養に良さそうみたいな。そうあの田舎でスローライフにはうってつけですよ。なるほど、異世界転生にぴったり。そう異世界転生ぴったり。白緑だからね、多分安心。続いてニューカペナ。あ、ニューカペナ。ニューカペナは今すぐ移住したいから。おお、こっち来ましたか。あのニューカペナのいいところは、まあ、2つあって、はい、1個はまず文明すごい発達してますよね。なんかすごいマフィアの格好とかしてますね。そうですね、あのアメリカ黄金時代なんで、まあ、今の我々の世界でいくと18世紀とか19世紀ぐらい の、あのアメリカっていう考えると、普通にねハンバーガーとかもありそうだし、そうですね、なんかお酒とか美味しそうみたいな。美味しそうみたいな。ご飯も美味しそうだし、ちゃんと電車とか車とかもあるんで、あの普通に住みやすそうっていうのが1個と、あともう1個は酵素。酵素、酵素ってあるじゃないですか、はい、なんかキラ、なんか酵素の泉みたいな。そうキラキラしてるやつ。あれって何なんですか。天使のエキスみたいな、天使の精髄を集めたの力の源、魔力の源みたいなもの、で、そのニューカペナの人たちは酵素をなんかグラスとかに注いで、宝物トークンとかであると思うんですけど、宝物、そうや、確かにグラスの絵ですよね。そうあれを飲むとすごい来るらしいです。すごくすごい決まるらしいです。どっちの意味なんだろう。エナドリレベルなのか。そうなんか麻薬レベルなのか。いやどっちかっていうと麻薬みたいな。マリファナ決めてるみたいな。そうマリファナ決めてるみたいな。あの作中ではそういう表現がされてて、だから酵素はマフィアが管理してて、そのマフィアがバーとかで出すんですよ。ああ、なるほど。だから確かにマフィアが扱ってそう。そう。まあ実際ニューカペナでも、まあ、その酵素をめぐって争いになったから。まあ闇のギャングがね。そう。でもまあ一般人に楽しめて、今日の仕事の疲れを酵素で一杯やるかっつって飲んで、はぁみたいな。いいのかなそれ。だから反動っていうかさ、副作用やばそう。でもそれを決めることによって、ファイレクシアの毒とかからも一時的に耐性があったりとか、あの魔力が強くなったりとか、使ってますから、プレインズウォーカーたち。すごい。まあ、アトラックさんもやった次元に浮かべたんですもんね。そう。建物がポンって。鉄骨刺さってね。そう。なんで、酵素を体験してみたいっていう。ああ。試してみたい。じゃ副作用なかったらいいですね。そう。はい。続いて、シンファイレクシア。シンファイレクシアも絶対住みたくない。一択ですよね。まあ一応で今回出てきましたけど、まあその機械兵の進軍で、まあ結構ね、主要部隊っていう感じでしたけど、これ一体どういう次元なんですか。ファイレクシアはもともとミラディンっていう次元だったんですけれども、ファイレクシア人が乗っ取って改造しちゃった次元みたいな形で、金属がベースなので、まずあの作物とかは育ちません。じゃあ食料ないじゃないですか。食料どうしてるんでしょうね、ミラディン人たちは。そういった描写も全然ない。あんまりないと思いますね。あんまりなかったと思いますね。まあ人は餓死してしまう。人は、餓死してしまう前に、完成化されてしまう。それは嫌だな。まずそこが嫌だな。だから、ある意味、完成化されたら、今すぐ住みたいってなるかもしれない。ファイレクシアのね。そう。になりたい方はどうぞ、みたいな。ここが故郷だっていうね。まだちょっとね、基本的になりたくない側だと思うんで。基本的には、触らぬ場所がいいと思います。そうだね。絶対住みたくないと。絶対住みたくない。次が、パイルリー。あ、パイルリー。これもあんま聞いたことないかな。パイルリーはかなり最初の方に出てきた次元で、ヨーグモスってすごい過去に
出てきたんですけど、うん、ヨグモスが昔プレインズウォーカー知らなかったんですけども、うん、プレインズウォーカーと出会って、そのプレインズウォーカーがこの世界は多元宇宙って言って別の次元があるんだぞって言って、例えばここだって言って連れてったのがこのパイルリー。あー、なるほど。で、あのカード的にはホライズンキャノピー、うん、地平線の梢が描かれたのがこのパイルリー。え、そうなんだ、全然知らなかった。あの未来予知の地平線の梢ってすごいでっかい葉っぱの上に人が乗ってるみたいなイラストだと思うんですけど、それがこのパイルリーの次元、うん、でそのストーリー的にその中が描かれることはないんですけれども、うん、めっちゃでっかい木があるってことは分かってる、っていうことだけが分かってる。だから、うん、あのさっきのセゴビアの反対の次元ガルガンティカールみたいな感じなのかもしれない。なるほど。だから全てがでっかいかなみたいな、うん、なんか絶対住みたいとまではいかないけど、うん、人間が住めるような感じじゃなさそうでした、ね、フレンズウォーカーだったら住めるかな。まあ、これもね、今後は明らかになっていくかもしれないですね。はい、はい、続いてトルバーダ。トルバーダはケイヤの故郷です。おお、ケイヤ、これどういう次元なんですか。特徴としてはあんまり語られてないんですけど、空が裂けてるっていう、空裂けてあの次元の空があるんですけど、うん、そこに裂け目が入ってて、うん、これだと見れないかな、裏面かな、これかな、壊れた空。あ、そうです、そうです、壊れた空っていう、うん、この裏面のこれが唯一語られてる特徴ですね、うん、ケイヤは自分の故郷のこの壊れた空を修復したいみたいなことも言ってたんで、うん、なんかこれはあんまりいいものではないんだろうなっていうことぐらいが分かってるです、ね、何をもたらすか分かんないけど、とりあえずちょっと良くないもんだな、とりあえずちょっと良くないもんだなと、保存層が壊れてるとか、そういう紫外線めっちゃ来てるみたいな、そう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 いう感じなのかな、うん、まあなんか見るからにヤバそうですよね、まあ、そうですね、なんか変なもん盛り出してみたいなそう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 、これ次元が壊れちゃって、うん、壊れちゃったら一般人は逃げられなくて、うん、そのまま死んじゃうんで、あのこれ次元が壊れる予兆みたいな感じかもしれないですね、なのかもしれないし、うん、とりあえず良くないことがいっぱいありそうだから絶対住みたくないからこれはもう、うん、なるほど、なんかもう いるだけで死ぬ可能性あるみたいなそうですね、はい、そして最後キセレクス。キセレクスは分かんないっす、うん、何も情報がほとんどなくて、プレインケースでちょっと出てたぐらいかな、うん、裏側もそんなに、そうそうそう、この機械が天使みたいな、天使と騎士みたいなね、天使騎士、うん、全然分かんない、なんかすごいコンセプトはありそうだけど、うん、あんまり現時点で分かってなくて、うん、ただ一般ピーポーがこの戦いについていけるかというと微妙そうですね一般人はちょっときついんじゃないかなって気がするんで、うんうん、プリンズウォーカーだったらかな、はい、これはなんかよく分かんないけど、なんか表に見る限りはちょっと行きたくないなっていう感じしますよねそうです、食べられちゃいそうっていう、そうそう、はい、ということで今回ね、こんな感じでいろいろまあノリでね、はい、バトルに出てきた異次元について変わってきましたけど、まあでも意外と移住したいやつらありますね。意外とそうですね、うん、人間が行ける場所もありそうですね。このじゃあ7つだったら一番どこ行きたいですか。どこだろうな、悩みますけど神川かな、うん、おー、やっぱ日本舞台だからって感じですか。日本舞台ラーメンあるしラーメン食べたいですね。ラーメン食べたい。俺カラデシュ行きたいかな。カラデシュいいっす、ね、そう、面白い機会とかいっぱいしてありそうだし、うんうん、そう、生活インフラはしっかりあるありそうだから、そうそう、それ重要ですよね、やっぱり生活インフラやっぱりやっぱ移住したいとなると、そうそうそう、ということでこんな感じで結構ね、結構なんか喋ってみたら面白いですね。そうですね、今後いろんなところ描かれてほしい次元とか多いですよね。そうですね、なんか意外だったりとかもいろいろあって、うん、なんかトルバダってよく分かんなかったんですけど、行きたいし絶対住みたくない時に、ね、行ったりとか、あと全然知らない、ね、次元についてもいろいろ知れたんで、かなり面白かったと思います。はい、はい、もう本当にありがとうございます。ありがとうございましたはい、ということで、まあ、今回の動画はこんな感じでしたけど、皆さんどこ住みたいですか。よかったらコメントで教えてください。はい、そして概要欄の方にもね、コエストのチャンネルの方リンクつけておきますんで、ぜひね覗いてみてください。よろしくお願いします。ということで、面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、登録お疲れでした。小遊でした。また次回、バイバイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、チャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。また、マジックのカードをご購入の際は、概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。